ジサロン、皆さん見たことのないゾーンから今日はご紹介になります。こう入り口入ってすぐにはこんな旗なんかも置いてある金閣寺サロン、ぜひ一度お越しくださいねっていうお話は今日は、これで終わり。今日大切なことはイベントのご紹介です。ではこのままずっとカメラと一緒に奥の方へ進んでいきたいと思いますよ。どうぞようこそ。来たよ。なんかいろいろあるんだ。今ちょっと試作中のやつとかあるんだ。もうめっちゃ喋りたいけど、これはまた今度ね。というわけで、じゃんじゃーん、用意しておりますのはこんな感じ。一体何をご紹介したいかと言いますと、まずや高尾が今絶賛着物サロン市場と私どものウェブ上で絶賛皆様をご勧誘申し上げております。イベントがございます。そのご紹介、今日大切なところは1つイベント紹介、2つ目、おすすめポイント、そして3つ目、私のおすすめの帯のコーディネートの紹介と、こんな感じで送っていきたいと思います。よろしくお願いします。とまずはじめ基本情報からお伝えします。大事なのでちょっとカンペ見ますね。まずタイトルが、縁飛びで集う京都迎賓館特別ツアーと晩餐会。晩餐会何って感じなんですが、ですね、今ここで訪問着をいつも着る機会がないないと嘆いている、そんなあなたのために考えたこのイベント、もう最後まで絶対聞いてくださいね。まず日時は11月11日と12日の2日間、ただメインイベントは11日金曜日の1日。実は京都ブライトンホテル、老舗の京都ブライトンホテルに1泊をして、その前に京都迎賓館を貸し切りで特別ツアーをに行く、そしてブライトンで晩餐会をする、そして1泊ゆっくり泊まる、で次の日はちょっとディープな西陣ツアーをちっちゃいの用意しています。で参加費はお部屋代が2名様一室利用でお一人5万8000円で、お一人様一室利用の場合は6万8000円となっております。ただし宿泊なしというプランもできるし、あとこの利用代金の中には実はこういういろんなイベントプラスマスヤタカオのレントビの帯が1本含まれています。でその中で私マスヤタカオの帯実は何十本も持ってるのみたいなお客様にはまた別途 ご相談もお受けしたいと思っておりますので、いろんな情報は多分ウェブページにもありますし、概要欄から、リンクで飛んで見ていただけるようになってますが、個別のご相談は、ダイレクトメッセージなんかを、じゃんじゃんお寄せください。ドレスコード、お好きなお着物とマスヤタカオの帯となっております。こちらがまずは基本情報でございます。2つ目、今回のおすすめポイント、なんといってもですね、着物サロンさんの実はちょっと待ってくださいよ。あとこれまあこれをね見せたかった。じゃ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 ーん、おいしょ。これ実は着物サロンの表紙になった雑誌の山で、現在発売中がこちら、仲間由紀恵さんの着てらっしゃるこの表紙、この帯は皆さんこちらでございますね、こちらでございますね。つまりおすすめポイント、まずの第1番はこの表紙をかぶった帯であったり、紙面の中にもこうピラピラいっぱいついてますね。この中にも女優さんが締めてるのや、そうじゃないのも
ありますが、紙面に登場するマスヤ・タカオの帯はすべてどんな帯もレンタルが可能になっています。それももう何追加料金とかケチなことは申しません。どんなものもすべて同じこの参加費の代金の中に含まれている金子で皆様にお貸し出し申し上げます。こんなのもありますね。こんな素敵な感じもありますね。とまあまあこの分だけではないんですが、これね、こんなページもありますね。これ素敵だね。これ誰だろうね、誰だろうね。もうね、ちょっと脱線いたしますが、この別人になれるヘアメイク着付けセットオプションでお受けたまわりもいたしております。皆様がこの、紙面の私のようなこの、何使用前使用後的なこんな変化をお楽しみいただけるというそんなオプションもご用意させていただいておりますので、そちらの方も合わせて、ご参考にご紹介させていただきます。そして脱線していっておりますが、おすすめせ何といってもおすすめポイントの第一番はこういった形で、ご紹介させていただいている着物サロン掲載憧れ帯を皆さんのお手元にお届けできるよ、レンタルできるよというところでございます。そして2つ目は、実際にレントビーと申しましても、これ実は私 の古い本もみなんでございますがね、別にこういう感じじゃなくても今の美しい本もみでも何でもいいんですよ。全然何でもいいんですけれども、これ着てみたいなーっていうお着物を、私が3本、コーディネートさせていただきます。でもし、その中で気に入らなかったら4本目5本目の提案もいたしますが、その中からお好きな感じのお選びいただいてレンタルっていうことをさせていただきます。なのでコーディネートのお手伝いっていうこともご一緒に、楽しんでいただけるっていうところが、2つ目の、おすすめポイントです。このツアーには私と、実はこの着物サロン名物エディター相沢恵子女子が、はい、同行、皆様が嫌と言ってもついてまいりますね。はい、ついてまいりますよ。そしてですね、晩餐会ではこれまた嫌と言っても私と相沢恵子のトークショーがついてまいります。まあ皆様と和気あいあいな感じで進めようとは思っておりますので、そのあたり参加型の、参加型な感じの、トークショーなんかができたらいいなと思っております。で私と相沢恵子だけではぐちゃぐちゃになってしまうトークショーをビシッと締めてくれるのが、なんと元読売テレビに合ってますよね、読売テレビのもう長年アナウンサーをなさっていた上村直美さん、彼女がビシッと仕切ります。すごいです。同い年ですけど、同い年ってあんまり言わない方がよかったかなもうねビシッと仕切ってくれますので、そこのところはご安心くださいませ。この辺りがですね、おすすめポイントの1番目2番目となっておりますが、3つ目のポイント2日目のお話です。こちらはもうもちろんオプションで、ご参加いただくいただかないは全く自由ではございますが、せっかく京都に来たんだよと、なんとね、西陣織会館を中心に実は西陣古書555周年記念イベントというのを絶賛繰り広げております。なんかほんまかいなって思ってるけど、555年どうやって数えてんだ、心の声が漏れましたけど、西陣関係者でございますが、はい、555というね、委員会がご企画いたしておりますクロスウィーク記念事業、西陣織会館を中心にさまざまな、催しをいたしております。久しぶりにファッションショーが復活してみたりや、
空引き旗って皆さんご存知でしょうか。人が上に乗っかってですね、縦糸を持ち上げ、今のジャガードという機械になる前の姿です。まあ元と言っていいでしょうかね。人力で縦糸を持ち上げて追っていた旗、空引き旗、そういったものを、復活実演するなんかもございますし、私の超おすすめポイントですね、こちらです。西陣織張り混ぜ屏風展、なんとバスや高尾も出しました。今回久しぶりにこの張り混ぜ屏風というのを、555周年記念に合わせて、制作いたしました。で、誰がそのなんていうんですか、どの生地をどんな風にどう配置するっていうのは内緒だったので、私も初めて見るんですよ。うちの子どんな風になってるんかなっていうのがめっちゃ楽しみなポイントです。そんなようなことでございまして、西陣のディープなところをこの呼ばれて555周年記念のこの今このタイミングで開催でございますので、はい、ぜひご一緒に、ご堪能いただけたらなと思っております。最後のポイントでございますね。はい、おすすめ帯紹介、これ待ってましたね。私ずっと待ってました。これ喋りたくって仕方がなかった。で、この3本実は皆さんお気づきでしょうか。この2本実はちむどんどんファミリーでございます。ちむどんどんご存知でしょうか。某あの公共、ね、日本公共放送の朝の連続テレビ小説、9月の末まで放送しておりましたちむどんどんの、こちらはお母さん、違う、逆、あ、こっち、間違えましたね。もうこの頃ね、天の声じゃなくて影の声なんですよ。もうね、音もなく参加してくださる素晴らしい影の声、はい、こちらでございました。こちらが、違う、こちらがオーナー園か、オーナーでございます。あ、そうか、この方だけファミリーじゃなかった。こちらとこちらがファミリーのね、締めていただいた、締めていただいた帯。こちらがオーナー、つまりオーナー役でいらっしゃいました原田様が、はい、締めていただいた帯。このね、前がこんな風になってるんですよ。これ針年金って言います。私の、大好きな、シリーズ、縦糸の上げ下げでこう文様を織り出していくっていうところに、柄糸の力と、もう一つ横糸によってこの地紋を出してるところ、縦糸によって地紋を出してるところ、この見え方の差をぜひぜひご堪能いただきたい。これはまあ横柄糸でやっているこの3通り、そして地糸の絡みでこの4通りの感じを制作する時の、すごく考えたポイントでございます。でね、この何ですか、うん十年前間の、少し漂うこのお着物ですね。こちらを今時のこの何でしょう、今時のって言ってしまったけど、文様はこれ狩猟紋なんでね、なんと奈良時代まで遡りますよ。それにじゃじゃん、ちょっとこう帯でしっとりと、した、まあ、そして秋の香りが皆様漂ってくるんじゃないでしょうかね。秋の香り満載のこちらの狩猟紋、はい、こんな感じで、後ろはこの大きな連珠円紋になっておりますし、前はそれをこの周りの部分を使ってですね、こういう、はい、前腹というふうに、変化をつけております。よいしょ、よいしょ、どうですか、帯締めとか帯揚げどんなしたいかなという気持ちになってしまうこのコーディネート。1本目まずのご紹介は、原田美代子さんの、着物サロンの中で、締めていただきました、狩猟紋張り年金でございます。はい、そしてちむどんどんファミリーのこちらです。お母さん、
もうただいま絶賛発売中、着物サロンの表紙を飾っておりますのはなんとですね、この福田工房さんの最新の素敵なお着物と私どものこちらの、はい、帯でございます。これもちょっと載せてみましょうね。これね、皆さんね、なんだろうなと思ってらっしゃると思うんですね。ここに爪があるので、あの爪、つまり竜の帯なんです。竜のだけど、お太鼓はここのこの雲のような渦のようなところが出る仕掛けになってます。で、これね、帯としてはめちゃくちゃ贅沢な作りになってまして、始めから終わりまでずーっと繰り返しが一切ない、一続きの柄、こっからここまで、端から端まで全部が、よいしょ、一続きの柄になってます。で、実はこっち側は銀龍が上にメインでスタートして、あ、スタートじゃない、ここがおしまいね、よいしょ、よいしょ、で、スタートが金龍ですね。スタートがこの金からスタートしまして、この辺で金と銀がこう交差してうねり合わせて、こちらうねってうねって雲も渦も巻いて、ここで出会います。金と銀の竜、これがお腹の柄になってます。なので、こうちょっと怖いなと思ったら、こうちょっと避けて、お顔をちょっと避けてあげてもいいし、でも私は竜やねんっていう人もこうどっさーと前出してくださいね。ね、やっぱり背中に竜を背負うっていうのも素敵なんだけど、これはこの金竜銀竜のこの混ざり合う感じを、この一本の帯でずーっと表現してみたかったんですね。で、最後はこの銀の方が上になって、一本で金銀双竜門というお柄でございます。はい、結構喋るの大変、こんな癖あったら誰が買うんやろうって、心の中で実はこっそり思ってるんですけど、案外ね、これは折るたんびにすぐなんだろう、引き、なんだろう、なんだろう、なんだろう、何？嫁ぎ先が決まっていく、なんか、まあ、ないもんね。本当にまあ、これは全然こう、図案家さんとかじゃなくて、もう本当に創作の帯でございます。はい。よろしかったら、あなたの背中を飾ってください。はい、こんな帯でございました。金銀総理のこちらはファミリーのお母さん中村幸恵様が表紙でお締めになっていらっしゃいます。そして最後、これはですね、ものすごく思い出の深い、帯なんですよ。あ、ごめんなさいよ、大丈夫ですか。はいはい、この帯は、徳川美術館所蔵の漆器から取材をした柄なんですけれども、着物サロンとしては黄さん、ね、キムタクのお嬢さん黄さんが、初めてこういう着物雑誌的なやつに登場していただいた時に、表紙を飾っていただいた帯になってます。で、私的には本当に思い出深いのはやっぱりこの朱漆を使ってるところなんですね。その元の本家も、その漆器のものから取ってるんですけど、これね、口なしと、この人何やったかいな、なんか鳥だよね、鳥、何この人の、この人、スズメ、なんて言わ、口なし連雀門、あ、スズメだ、さすがね、向こうからスズメスズメって声が聞こえてきてたんだ。人の言うこと信じよう。ちょっと赤に赤っていうのもちょっ
どうでしょうか皆さん、あのこれでもかという、はい、世界を演出していただける場所、はい、今回ございますので、こういったあの思い切った着こなしもしていただいてもいいんじゃないでしょうか。もう黄金っていうシリーズはあのシュスっていう組織が使ってありましてね、シュスっていうのはシューコと書いてシュスなんです。で、私の名前そのものなんですよ。で、私がこう代を継いだ時に復活させたシリーズでして、もう年に1回このフォーマルの最高級っていうところで、作っていくよと。で、手織り の一本一品になってます。これはあのどこへ行っても恥ずかしくない、もうフォーマルの究極っていうのを目指して、もう目指してですよ、できてるって言ってるんじゃないですよ、目指してものづくりをしている、そういうあのものでございます。というわけで長々話しましたが、おすすめしすぎてしまいましたが、はい、この着物サロンの女優さんが締めてくれはった帯シリーズの3本でした。そう、大切なこと皆さん、なのでこの帯を締めて、ぜひ京都でお会いしましょうね。では、thank you.